ゆりです。今回は春に撮りたくなる桜写真を撮影するポイントについて初心者の方向けに説明したいと思います。桜はお花の中でも特に見頃の期間が短いお花なので、コツを抑えて効率的に撮影することが大事になります。今回はそんな桜写真を魅力的に撮影するコツについて6つのポイントに絞ってお伝えします。撮影における光の考え方や構図のコツ、状況ごとのレンズの選び方などを紹介するので、これからのお出かけの際にすぐに実践することができます。混雑している桜スポットで素敵な写真を撮る方法や、初心者の方でも簡単に真似できる構図などを説明しているので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきます。印象的な桜写真を撮影する方法、1つ目は光を考えることです。これは写真全般に言えることなんですけど、光の向きによって写真の印象は大きく変わります。青空を背景に色がはっきりと出るような写真を撮りたい場合は順光で撮影することがおすすめです。発色が綺麗で風景全体が主役の写真に向いています。逆にふんわりと光に包まれたような桜写真を撮影したい場合は逆光で撮影することがおすすめです。逆光で撮影することでドラマチック感のある写真が出来上がります。桜の花を単体で撮りたい場合や人物と一緒に撮影したい場合は逆光で撮影すると立体感が出て雰囲気のある写真になりやすいです。あと光がある時は木漏れ日を見つけてみることもポイントです。桜の影はそれだけですごく絵になるので、木漏れ日を撮るだけですごく味のある写真になるんですね。なので木漏れ日を見つけた時はその木漏れ日を活かしながら撮影するっていうのをぜひやってみていただけたらと思います。どんな写真を撮りたいかによって光の向きを考えたり木漏れ日を探してみる、これが一つ目のポイントです。印象的な桜写真を撮影する方法、2つ目は状況によってレンズを使い分けることです。自分がどんな写真を撮りたいかによっておすすめのレンズは変わります。まずこの写真のような桜のトンネルのような並木道を撮影したい場合は望遠レンズを使うことがおすすめです。望遠レンズには圧縮効果っていう効果があって、簡単に話すと遠くにある被写体と近くにある被写体が近づいて見えるっていう現象です。広角レンズを使うとスカスカになってしまう桜並木でも、望遠レンズを使うことで桜が密集しているような写真を撮ることができます。ただし望遠レンズを使うときは人混みに注意する必要があります。望遠レンズを使うと遠くにあるものがズームされて映し出されるので、遠くにいる人もアップで写ってしまうんですね。そのため人がたくさんいる人気スポットとかでは望遠レンズを使って桜並木を撮ろうとするとものすごいたくさんの人の写り込みが入ってしまうので、あまりおすすめできないです。そんな時は広角レンズを使ってみることがおすすめです。広角レンズを使うと周囲にいる人たちが小さく映るようになるので、あんまり人混みが気にならないです。確かに桜の密集感っていうのは薄れてしまうんですけど、アングルを工夫することでダイナミックな桜並木を表現することもできます。実際にこの写真は望遠レンズだとかなりたくさんの人が写ってしまうので広角レンズを選んで撮影しました。桜の人気スポットはどうしても人が多いので、その時はぜひ広角レンズを試して使ってみていただけると嬉しいです。私がよく撮影している人物が小さく写る風景とポートレートの写真については基本的に広角レンズで撮影することが多いです。広角レンズを使うと空がかなり大きく写るので、天気がいい時は青空と桜の組み合わせをすごく綺麗に残せます。状況によって広角レンズと望遠レンズを使い分ける、これが2つ目のポイントです。印象的な桜写真を撮影する方法、3つ目は構図を工夫することです。桜写真は構図の選び方によって印象が大きく変わります。初心者の方でも真似しやすいおすすめの構図が額縁構図です。桜の花で主役を囲むように撮る構図で、簡単な上におしゃれな写真になりやすいです。建物や人物など桜の花が囲んでいるだけで華やかな写真になるので、ぜひ試してみていただけたらと思います。また雨上がりの時にぜひ試してほしいのがリフレクションです。水たまりに映った姿がまるで鏡のように反射して、目では見えないような景色を写真で捉えることができます。この写真は水たまりの水面ギリギリまで広角レンズを近づけて撮影しました。水たまりがなくっても川沿いの桜でリフレクション写真を撮ることもできます。風がある
と水面が波打ってしまって綺麗に反射しないので、風があまり吹いていないタイミングを狙って撮ることがおすすめです。これが3つ目のポイントです。印象的な桜写真を撮影する方法、4つ目は枝を入れすぎないことです。桜は枝のすぐそばに花が咲くことが多いので、近づいて撮影したり、バランスをあんまり考えずに撮影するとちょっと黒々しい枝が大きく入ってしまいます。せっかくのピンク色の写真の中に太くて黒い枝が入ってしまうと可愛い写真になりにくいので、できるだけ枝が入らないように工夫することが大切です。広角レンズや標準レンズで撮影するときは少しアングルを変えるだけで枝の入り具合が変わるので、ぜひ調節してみていただくことをおすすめします。困ったら空を見上げて撮影するっていうのもポイントです。空に向けて桜を撮影すると細い枝とお花だけをきれいに切り取ることができるので、どんな人でも上手に撮りやすいと思います。人物を入れて撮影したい時もどうしても人が多い場合は下から見上げるような構図で撮影すると、空と主役となる被写体だけが映り込むのですごく撮影しやすいです。また望遠レンズで桜単体を残したい場合は枝の先に生えている桜を狙うと枝があまり入らず可愛い写真を残すことができます。意識するだけでかなり変わるポイントなので、ぜひ実践してみていただけると嬉しいです。太い主張しすぎる枝が入り込まないように撮影する、これが4つ目のポイントです。印象的な桜写真を撮影する方法、5つ目は前ボケを入れてみることです。桜は様々な位置にお花が咲くので前ボケを入れた写真がかなり撮りやすいです。ポートレートや手のひらなどのパーツだったり、お菓子などの食べ物や電車などの乗り物など、桜の前ボケと組み合わせることで一気に春らしい写真に仕上がります。そのままだと枝の主張が強い桜も花びら同士でサンドイッチして撮ることでふんわり優しい印象になりますし、前ボケを入れることで奥行きのある写真になることもポイントです。桜の前ボケを生かして撮影する、これが5つ目のポイントです。印象的な桜写真を撮影する方法、6つ目はロケーションを工夫することです。桜単体の写真も素敵なんですけど、なかなか上手に撮影することが難しいっていう方もいるんじゃないのかなと思います。そんな時は桜と他の被写体を組み合わせるとより印象的な写真が撮りやすくなります。例えば桜と海とか鳥居など他の風景と組み合わせてみたり、菜の花や雪柳など他の春のお花と組み合わせてみたり、また花吹雪や花いかだなど桜が織りなす別の姿を切り取るっていうのもおすすめです。また桜の色がうまく出せないっていう風に悩んでいる方はソメイヨシノ以外の桜を撮影してみることもおすすめです。いわゆる日本の桜の代表ってソメイヨシノなんですけど、これはどちらかというとちょっと白っぽいピンクの色なので、明るめに撮影すると色が飛んでしまって思ったようなピンク色にならないっていうことも多いです。逆に河津桜や越の彼岸などちょっと早めに咲く桜だったり、あとは遅咲きのしだれ桜とかであればソメイヨシノよりも色は結構ピンク寄りなので比較的ピンクの色合いが出しやすいです。思い切っていつも撮影しているのとは違うロケーションで撮影してみると楽しく撮影できることも多いので、ぜひ試してみてもらえると嬉しいです。以上が桜写真を印象的に撮影するための6つのポイントでした。桜写真は工夫次第で比較的簡単に素敵な写真を撮ることができます。レンズや構図、光の考え方など今回お伝えした内容を実践して素敵な桜写真にチャレンジしていただけたら嬉しいです。このチャンネルでは引き続き旅やカメラに関する動画をアップします。動画を見ていいなと思ってくださったらチャンネル登録やいいねボタン、コメントなどいただけると励みになります。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。